こんにちは。今回はこちらです。知恵美人のラブピンクです。醸造元は大分県は杵築市中野酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、塩米の記載はありません。精米部合は 70%、 アルコール度数は12度というふうになっています。そうですね、いただく前にですね、結構すごい色味じゃないですか。なんですけれども、着色料とは使われてないということなんですね。はい、自然由来というか、人工的に着色したということではないということですね。すごいですね。それにしてもこうなるんですね。じゃあ、改善していつも通り順に報告したいと思います。ポンってなるかもしれないんで、ちょっとここで開けますね。どうですかね。怖いな。あ、いい音でしたね。どんな味なんでしょうね。なんかいちごとかの味がするんですかね。楽しみですね。いただく前の話が多くて恐縮なんですけど、中野酒造さんではその年度の新酒ですね、一番目にこのラブピンクを醸されるそうなんですね。なので、なんていうか企画商品というよりは結構こう、ガチめにというかですね、はい、そういった看板みたいな商品なんですかね、はい、そんな印象を受けました。じゃあ、順に報告します。まず香りからですね。ワインですね。日本酒の特有のこう少しこうもたっとしたような甘みというか、そういった香りよりは、ちょっとこうワインを、渋みのあるワインを連想させるような、そういう香りですね。発泡性の日本酒によく共通して見られるような感じられるような香りともまたちょっと一味違いますね。実際に口に含みます。美味しいですね。口に含んで第一感は圧倒的に甘みですね。酸味のような少しこう爽やかな印象もあるんですけど、甘みがかなり前面に出ていますよ。またガス感はほとんどありません。気泡も全然立ってないですからね。ちょっと檻がふわふわしてますけど、個人的には食前一択ですね。お酒単体がいいかなって思いますね。味わいは結構濃いめだと思います。甘くて濃いので、ちょっと人によってはしつこく感じちゃう人もいらっしゃるかもわかんないですね。私は全然大丈夫ですね。ただそれだけ飲み応えがあるので、食前にテンションを上げるのにいいんじゃないですか。しかもアルコール感そんなに高くないですね。12度っていう数値から受ける印象の通りですね。12度って他のお酒と比べたらね、高いですけど、それでも日本酒としてはどちらかというと低アルコールの部類になるかと思いますんで、その印象の通りですね。一番先に甘みっていう話しちゃったんであれですけど、香りはもう、はい、見た通りの印象ですね。非常にフルーティーな感じで、ただイチゴに似てるかっていうとそうではないですね。非常にこうフルーティーで、日本酒のような日本酒らしいクラシカルな感じというのはほとんどというか全くないですね。
クリスマスの乾杯用に本当にいいんじゃないですかね。食事とはぶつかると個人的には思います。あ、でも酒蔵さんは鍋と一緒に召し上がってくださいっていう風にメッセージを書いてくれました。もうな、本当に個人的な思考だと思うので、私は乾杯にお勧めしたいな、そんな風に思っています。なんかね、こう面白いですねとか、特徴的ですねとか、個性的ですねって言っちゃうとごまかしてるみたいなんで、本当に気をつけなきゃいけないなって思ってるんですけど、いや本当に特徴的じゃないですか。でね、やっぱり美味しいんですよ。それはね、間違いないので、なんていうか、その季節限定のちょっとしたこう企画商品みたいな、ともすればね、こうやっぱりかなり個性的なんで、そういう印象を、持つ方もひょっとしたらいらっしゃるかなって思うので、それはね、きちんと美味しい日本酒ですね。それはちょっと、くどいかもしれないんですが、念押しさせていただきたいと思いますね。といったところです。今回も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。